そのまま入れるんですよ。へえ。青のりを。どうも、ヤルさん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、なんとコラボ動画でございます。コラボ動画って言ってもですね、いつもみたいに助手のハイボールですとかやりませんよ。 YouTuber としては大先輩のこちらの方に来ていただきました。じゃあ、よろしくお願いします。どうも、はじめまして、ジャンボココロチャンネルクッキングエンターテイナー大西哲也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。来ていただきました。とんでもございません。助手のハイボールです。ありがとうございます。今回は何を作っていただけますか。はい、今回はリュウジさんとカレーコラボということで、先ほどちょっとココロチャンネルさんの方で、はい、撮らせていただいて、僕は至高のキーマカレー、はい、いつになく真剣にやってしまいました。いや、めちゃくちゃうまかったです。ありがとうございます。初めてスパイスに行きました。今回はこちらのチャンネルに来ていただいて、はい、僕はですね、バターチキンカレーを作ろうと思うんですよ。チキン、はい、バターチキンカレー、ね、僕大好きなんですよ。いや、うまいっすよね。僕は料理を何をするのかみたいなのを結構詳しく話すタイプのこう料理番組をやってるんで、プロの料理人っていう、お店やってますんで、だけどリュウジさんのお手軽に作れるっていうイズムとか、はい、あとはやっぱり邪道、そして思考、邪道にして思考な、そう、邪道にして思考なイズムを加えたバターチキンカレーを作らせていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあもうほぼほぼ思考シリーズといってもほぼほぼ、はい、ほぼほぼ思考シリーズということで、今日は大西さんにバターチキンカレー、はい、作っていただきます。リュウジのバズレシピ。じゃあそれでは、はい、材料を紹介します。はい、お願いします。はい、バターチキンのチキンですね。チキンで、はい、今回は鶏もも肉、もも肉、はい、1枚、はい、結構大きめのやつですね、はい、今回は 300g ぐらいの、はい、バターですね。40g、 はい、いきます。ニンニクと生姜、これは全部は使わないです。 10g ずつ、 10g ずつぐらい、はい、ですね。キャベツ、キャベツ、玉ねぎ、はい、玉ねぎは結構使うと思うんですけど、キャベツってちょっと不思議。バターチキンにキャベツって全然効かない。そうなんですよ。だからこれは僕的こう邪道要素なんですよね。邪道要素、はい、いいですね。もうそういうの大好きですよ、これ、ね、砂糖と、はい、塩、蜂蜜、はい、それと、トマトジュース、トマトジュース、カレー粉、もちろんあの一からスパイスからいろいろ配合してもいいんですけど、はい、この SB のこのカレー粉はもう美味しいブレンドでこうできてますから、まあ、いつもこれ使ってますからね。いや、これ最高ですよね。で、リュウジさんのチャンネルの視聴者さんはこれ持ってるなって思ったんですよ。持ってます。あとですね、これをちょっと入れてほしいんですよね。あ、アーモンド麺、はい、でも今どこでも売ってますよね。いや、そうなんですよ。で、これですね。それは意味、青のり、それ意味わかんないけど、どういうことですか。リュウジさんから意味わかんないって言ってもらえるのはすごい嬉しいですね、はい、バターチキンを作るときに特にカスリメティっていうですね、葉っぱを足すんですけど、カスリメティはでも手に入らないんですよ。手に入らないですね。カスリメティに一番風味が近い日本の食材は青のりだと僕は思います。で、さっきリュウジさんがおっしゃってたように、うん、そのバターチキンとかでカシューナッツをその砕いて入れるっていう、うん、よくあるじゃないですか、はい、で、カシューナッツもちろん砕いて入れてもいいんですけど、うん、カシューナッツ砕くの結構大変だったりするんで、はいはい、それをこのアーモンドミルクと、うん、あとは加熱したキャベツの甘みが、うん、あの割とそのナッツ系の甘みに近いなって思うんですよね、はい、だからここでそのカシューナッツの要素、トマトがホールトマトでもカットトマトでもなくトマトジュースっていうのは、うん、バターチキンって割とこう滑らかじゃないですか、うんうん、本当はあれはミキサーを使ってるんですけど、うんうん、家にあんまりミキサーないと思うんで、ないですね、でもそれでもやっぱり滑らかさを表現したいんで、うんうん、トマトジュースにしました。あとこれですね、ご飯、ご飯、はい、ご飯はお水をちょっと少なめにして、はい、カレー粉と塩を小さじ半分ずつぐらい入れてます。ご飯にこうすることによって、うん、香りとか味がカレーのルーとの親和性がご飯がすごい高くなるっていうのと、うん、あとはご飯黄色いと、うん、すごいやってるカレー感が出ますんで、このカレー粉を小さじ半分ぐらい入れるだけでも十分いけるんですよ。それ知らなかった、はい、僕あの最近ハマってるのがこうレンジで米炊くのにハマってて、おー、はい、これはちょっと見ました。あれを覚えてからですね、今までずっと鍋で炊いてたんですけど、もう炊飯器も使わなければ鍋も使わないようになっちゃって。マジっすか。はい、マジっす。これじゃあ今日はこれを、はい、レンジで炊く、あ、レンジで炊きます、はい、このままこのジップロックコンテナー1100ミリでこのままいけますか。大丈夫です。うちのチャンネル気使ってないですか、はい、いや、使ってないです。大丈夫です、まあ、むしろこれが美味しいってことですね、はい、そうです、これが美味しいんですよ。わかりました。じゃあそこら辺も全部含めて、はい、いやー、そうなんです。はい、ありがとうございます。そんな感じで作っていきます、はい、作っていきます。はい、じゃあですね、大西さんに今作っていただこうと思うんですけども、はい、一応僕のチャンネルでもあるので、ちょっと僕の見せ場をちょっと作らさせていただいていいですか。いや、もちろんですよ、はい、簡単な、至高のハイボールっていうのがあるんですけど、なるほど、はい、ウイスキー
ここに、はい、あのキンキンに冷えた炭酸、これをちょっと 200cc ぐらい、はい、これやっぱり氷はこだわりでやっぱりブロックアイスを使うっていう、いや特に特になんだ、これちょっと思考ポイントが、本当にカットレモンないんですけど、はい、ないからこのレモンちょっと、いやこれがちょっと思考のハイボールなんで、ありがとうございます。ちょっとじゃあこれで乾杯していただいて、ありがとうございます。もちろんです、よろしくお願いします。はい、あーうまうまい。でこれでちょっと大西さんも思考になっていただいて、はい、出来上がる頃には、はい、僕も出来上がってると思います。よろしくお願いします。僕も、はい、思考へ高まっていこうと思います、はいはい、お願いします、はい、じゃあやっていきましょう。はい、つけていきます、はいはい、鶏肉のちょっと待って、はい、これまな板なんですか。わざわざ触れてくれてありがとうございます。まな板は何ですか。僕がプロデュースしております、はい、パーク朝日コココロ合成ゴムまな板でございます。お、はい、主な素材はゴムなんですけど、うん、木の粉を配合することで、うん、刃あたりがすごい優しいんですよね。ああ、はい、あ、木っぽい。そうなんです、木っぽいんですよ。え、ゴムなんですか。ゴムなんですよ。ゴムなんだ、はい、ゴムなんです。すごいな。だけど刃あたりが優しくて包丁が長持ちするんですけど、水で洗ったら汚れもつきにくいし匂いもつきにくいし、うん、すぐ乾くんですよ。へえ、めちゃくちゃいい素材だっていうことで、じゃあ今日はこれを使って、はい、これを使っていきます。ちょっとわざわざちょっとありがとうございます。ちょっとあのじゃあ切ってもらっていいですか。はい、いきます。でまずですね、鶏肉の下処理をしていきましょう。下処理、はい、鶏肉を下処理です、はい、早速思考ポイントから始めていきます。すごい、はい、僕も普段家で作るんだったらそこまでするかっていう感じではあるんですけど、はい、プロっぽいことしてみようって思います。お願いします、はい、下処理で、まあ、大事なのがまずあの軟骨とか骨が残ってたら取るっていう感じなんですよ、うんうん、鶏もも肉ってこうやって開かれて売ってるんですけど、うんうん、本当はここにこうやって骨が入ってるんですよね。あ、入ってます。関節のところに骨が残ってる可能性があるんですね。ここにちょっと軟骨が残ってる可能性があるんで、触診します。触診するんですね、はい、触診します。鶏肉、鶏もも肉触診する、はいはい、あ、したいました、いました、いました、はい、いました、はい、そうなんですよ。ちょっと触ってみてください。これ骨なんで、あら、はい、はい、そうなんですよ。たまにいるんですよ。もし本当にもっと丁寧にやるって言うんだったら、ここの辺に筋ついてるじゃないですか。筋ありますね、はい、これも取ってあげると、あの、あ、包丁でちょっと細くようにしたら取れるんで、こうやって取ってあげるとですね、お店っぽい食感になります。端っこ持って上の包丁でこうやって、うんうん、こう撫でるようにしていくと、あ、そうなの、取れるんですよ。おお、はい、これ下処理することによって、はい、やっぱりお店で出すレベルの、あ、そうですね、食感になりますもんね、はい、だから特別に、うん、例えば今日は奥さんの誕生日だとか、うんうん、彼氏に初めてカレーを作るとかっていう時とかにはこれやってあげると、こう自分の気持ちも上がりますよね。なるほど、頑張ってる感が出る。とりあえず取るものは取ったんで、はいはい、あとですね、肉の厚さをちょっと均一にしたいんですよ。なるほど。厚いところ薄いところあるんで、厚いところをちょっとこの包丁半分ぐらい入れてこう開いて、なるほど、はい、皆さん見てください、はい、うちのチャンネルで絶対やらないことですよ、はい、ここちょっと厚いから、はい、包丁をさちょっと入れて、なるほど、はい、ちょっと開いてあげると、それで平べったくするんですね、はい、そうなんですよ、そうなんですよ。僕のチャンネルとかも、はい、これで叩く、あ、これで叩くとか、別に包丁で開かなくても目的は一緒なんで、いやでもこれをやれる、はい、酒飲みじゃなくてもできるんで、はい、そうですね、やっぱり大丈夫ですね。確かに、でそしたらまずこれに、もう鶏肉に下味をつけてあげます。ここにですね、お塩、お塩、お塩小さじ1、あ、ボウルの方に入れるんだ、あ、はい、ボウルの方にまず入れて、お砂糖も、はい、今回グラニュー糖を使いますけど、別に何の砂糖でもいいです、はい、上白糖でもいいです。砂糖も小さじ1、うん、カレー粉も小さじ1、はい、ニンニクと生姜をおろして入れます。おろし、はい、おー、だからあのタンドリーチキンをちょっと作る感じなんですよね。あー、まあでもね、はい、バターチキンカレーってチキンティッカーを作ってからやりますね、はい、そうなんですよ。うん、ここで簡易チキンティッカーを作っておくとカレーにした時により美味しいですよ。結局ね、あの、はい、大西さんのいいところはね、はい、元のレシピを踏襲してるんですよね、はい、基本は分かっているから崩せるんですよね。いや、まあ、そうですね。ニンニクと生姜 5g ずつぐらい、 5g ずつぐらい、はい、僕もリュウジさんと同じようにニンニクと生姜できればこうチューブじゃなく生のやつを使ってほしいなって思ってます。いや、ね、はい、そう、ここだけ絶対譲らない、譲らないですね、はい、やっぱり感じました。いつも生姜も同じぐらい、はい、生姜を皮付きほどと、生姜も皮付きのまま行きますね。僕と同じですね、はい、あの風味がやっぱり違いますから、わ、ね、はい、かる、はい、で、これをですねちょっとだけあのお酒で、お酒で、はい、伸ばす、大さじ1杯ぐらいですね。ちょっと伸ばさないとしっかりまとわりつかないんで、はいはい、ちょっとその水分を入れて混ぜてあげる。しかもこのお酒を入れることで、あの、味とか香りが肉に浸透しやすくなるんですよね。カレーペーストみたいのを作るわけですよ。なるほどね、はい、ちょっといいですか、はい、はい、あ、あ、
いいっすね。これいけます。あ、これめっちゃいけますね。これがつまみです。そうですね、これがつまみですね。これがつまみで、で、ここにボールに合わせたんで、はい、ここにこのまま切らずに、切らない。そうなんですよ、切らないんだ。で、これ切らないでいくんですよ。で、これ切らないままさらに加熱するんですけど、べちゃっとこう、まずあの皮じゃない方から全体にまとわりつかせます。今度は皮の方にも、はい、で、こうしっかりと全体につけるんですね。で、さっきのやっぱり厚みが均一じゃないと、この味の入りとかもちょっと変わるんで、ちょっとこうやって揉んであげることで、こうしっかり肉の中に味が入りますから。で、ある程度揉んだら、このまま置いておきます、はい、で、それで、他の調理に移っていきます、はい、一晩置いたりしたらまた味が入るんですけど、はい、10分ぐらいでも十分味入りますから、はい、じゃあ玉ねぎを、はい、みじん切りにします。キャベツもみじん切りにします。人それぞれのね、これね、はい、あの癖とかあるんですね、はい、玉ねぎのみじん切り、ね、いや、そうですよね。まず横切るんですね。僕まず横ですね。これは別に誰からな、お母さんがそうしてたっていう感じですね。で、その後あ、じゃあ切れて、はい、なるほど。結構縦にっていう感じですね。っていう感じでですね、割と僕こうやって細かめに切るんですけど、細かめに、はい、ここまでじゃなくてもいいです、うんうん、あのざっくりでも大丈夫です。インドカレー屋さんのバターチキンの、うんうん、やっぱりあの滑らかな感じ、滑らかを出したいんだったら、まあ細かい方がいいですね、はい、で、ミキサーある人はミキサー使っちゃってももちろん、あのミキサー最後に使ったりしてもいいですね。ガーッとやってもいいです、ね、はい、ガーッとやってもいいです。でこのキャベツね、はい、このキャベツが何を、はい、どう働くのかと。これは粗みじんみたいな感じ。あ、そうですね、はい、粗みじんです。これは僕の中の邪道要素。邪道要素、はい、で、これ玉ねぎと合わせちゃっていいです。合わせちゃって大丈夫、ね、はい、いっぺんに炒めるんで、はい、僕なんかカレー好きで、はい、冷蔵庫に余った野菜とかでいろんなカレーを作ったり、あ、いいです。そう、あの廃物利用みたいなノリで、その時にこのキャベツがですね、ちょっと随分いい働きをしたことがありまして、その時に思いついたんですよ。まずそのカレーのルーなりカレー粉を入れないでも、スープとして美味しい状態にしておくのが絶対条件だなって思ってて。なるほど。で、あとは、はい、フライパンで調理してまいります、はい、じゃあそれではですね、はい、まあ、深めのフライパンだけど結構広いやつがいいですね。煮詰めて蒸発させる必要があるんで、26センチとか、はい、そうですね、それぐらいですかね、はい、24から26センチぐらいのがいいですか、ね、で、ここにですね、バター 10g と大さじ1杯ぐらいのサラダ油を入れます。バターとサラダ油両方使うんですね。そうなんですよ。で、最初玉ねぎを炒めていくんで、うんうん、結構熱くするんですよね、はい、そしたらバターが焦げちゃうんで。なるほど。バターだけだと。確かに確かに。サラダ油を一緒に入れることでバターが焦げるのをちょっと防ぐんですよね。お、はい、で、入れてからこの火にかけます、うん、はい、で、全部溶けたら、はい、キャベツと玉ねぎを入れます。玉ねぎと、はい、このキャベツを、はい、こう刻んだキャベツを炒めるっていう、はい、景色を見たことない。そうですよね。ここでちょっとひとつまみお塩を入れてあげると、浸透圧で、はい、そうなんです、浸透圧で、はい、水分がよく出て、玉ねぎの水分を飛ばして焼き色をつけたいんで、ある程度塩が混ざったら焼き色をつけたいんで広げます、はい、これリュウジさんと同じです。そうですね、はい、僕もやってますよこれね、はい、で、このジューっていう音を聞きながら飲みます。あ、はい、そういうところも、はい、水分が飛ぶジューっていう音がしてるけど、そのうちそうパチパチが混じってくるんですよ。そしたらちょっといい焼き色がついてる頃なんで、なるほど、パチパチまで待つんですよ。あ、で、はい、あ、ちょっとパチパチ入ってきましたね。入ってきましたか、はい、で、パチパチ入ってきたらこう周りが焼き色がついてくるんですよ、はい、そしたらこう混ぜてあげる、はい、結構できますね、はい、そうなんですよ。僕と同じ焦がし方ですね。そうですね、はい、こんなもんでいいと思います。このぐらいですね。じゃあこの、はい、こう焦げ目の香りですか、はい、これは。そうですね、香りとやっぱり香ばしさ、香ばしさ、はい、ここでまたニンニクと、ここで入れるんですね、はい、そうなんです、そうなんです。おろして入れるんでこのタイミングなんですよね。火が入りすぎないようにする。だけど全く火入んないと匂いと味が活性化されないんですよね、ニンニクとか、はい、生姜とかは。確かに確かに、はい、で、ここもあのさっきと同じぐらいです。 5g ずつぐらいニンニクと生姜同量。あとカレー粉もここで入れます。ここで、はい、で、ここで大さじ2杯ぐらい僕はいきますね。これはじゃあカレー粉を炒めることによって、はい、そうなんです、この香りが出てくる。そうなんです。パウダースパイスとかスパイスは何がこの匂いしてるかって、このスパイスの中に入ってる油の中にその匂いが溶け込んでるんですよね。なるほど。だからそれをこのバターとサラダ油入れて、結構油入ってるんで、その残った油でこのスパイスを活性化させてあげてます。あとはその炒めてちょっと、これも香ばしい香りを、ほどほど全体が炒まって必要以上に焦がさないように、ここで水を、はい、焦がさない、
で水 200cc。 あ、ここで水を入れるの、はい、そうなんですよ。トマトジュース 200cc。 あ、ここで水分を全部入れて、はい、全部入れちゃいます、ね、今の時点でめちゃめちゃうまそうな匂いしてますよ、はい、そうなんですよ。でここでアーモンドミルク。あ、ここで入れちゃうんだ。入れちゃいます。よいしょ。アーモンドミルクっていうのは僕使ったことないんで、ね、いや、そうなんですよ。僕この間豆乳で作ってたんですけど、最近僕はオンラインサロンなるものを始めまして、はいはいはい、はい、でそのオンラインサロンのメンバーがアーモンドミルクもいいですよって教えてくれたんですよ。はいはいはい。でやってみたらすごい美味しくて、あ、豆乳よりいいかもって思って、そういうことがしたくてオンラインサロン作ったんですよね。一人でやっぱり研究しているのに、うん、やっぱり限界が来たなって思って僕の知らない要素だったりそういうのを取り入れたいと思って、こうして入れた後にここで鶏肉を入れます。鶏肉そのまま入れるんですか？そうなんです、このまま入れるんですよ。後から切るんですけど。ああ、面白い。なぜかっていうと鶏肉に火を入れすぎたくないんですよね。この鶏肉のジューシーさとか柔らかさ、旨味を残したいんで、最初に炒めたり焼いたりすると火が入りすぎてしまう。あと全部切ってからにすると、うん、その火が入りすぎてしまう、小さいから。だからこの大きい状態で、確かにね、はい、切ると、はい、すぐ火通っちゃいますからね。そうなんですよ。中火で10分ぐらいですね。10分ぐらい、はい、でそうするとこう水分が飛んでいって、うん、飛んでいったあたりでちょうど鶏肉に火が入ってる。途中5分ぐらいでこの途中ひっくり返して火入れを均一にしていきますね。 OK です。はい、でしてる間にご飯を炊いていきましょうか。ご飯浸水して、はい、米 200g、 米 200g、 はい、はい、で米を洗って米と水合わせて 500g になるようにして、それをレンジに入れまして、そう、これね、はい、気になってたんで、はい、今日やってくれって、はい、今日頼んだら用意してくれって言ってくれたんですね。はい、初めからもうリュウさん興味あるかなと思って、うん、でレンジですね。でレンジ500で500、はい、5分50秒。ちょっと蓋をですね、ぴっちりしすぎないでちょっと乗せるぐらい、ちょっと乗せるぐらいで、はい、ちょっと空気の通り道を、はい、そうなんです、はい、でもね、俺これは若干疑ってます、はい、いや大丈夫かな。いや、今日本のレンジ調理の最先端じゃないですか、リュウジさんで。いやリュウジさんにやっぱりそうやって言ってもらえる、僕嬉しい。レンジ料理、はい、嫌いだもん、ね、あんなに出してあんなに売れてるの、フライパンが好き。火はブクブクぐらいですね、中火ぐらいで、ね、ブクブクぐらいね。10分ぐらい煮ました。そしたら一旦火を止めてですね、あ、鶏肉もいい感じですね、火が入ってる感じになりますね。一枚肉で、はい、茹で上げる、ね、そうなんですよ。で一旦ですね、こいつを避けます。避けます、さっきつけてたやつ、はい、でこの後切るんですけど、うん、熱いんでちょっと置いておきます。ちょっと置いておきます、はい、その間にこっちの味を整えます。あ、味、あ、はい、ここのここでベースを、そうなんですよ、ね、まずですね、塩を小さじ1から始めてみましょう、うん、2杯ぐらいがいいかなって思うんですけど、うん、はい、でお砂糖は結構入れます。大さじ1ぐらいしっかり甘くします。入れるの、はい、そうなんですよ、そんな入れるの、はい、蜂蜜も同じぐらい、大さじ1ぐらい入れます。大さじ1ぐらい、はい、でなんで砂糖と蜂蜜を両方入れるかっていうと、はい、砂糖の甘みっていうのは初糖っていう糖がほとんどで、はい、はい、あの蜂蜜はオリゴ糖っていう糖の甘みなんですよね。で同じ糖で甘いんですけど甘みの種類がちょっと違うんで、両方入れてあげるとよりこう深みのある味になります。ブレンドしてあげる、はい、そうなんです、そうなんです。で鶏肉、これで肉をカッティングするんだな、はい、そうなんですよ。初めから切ってると結構硬くなるんで、ここで、まあ、火の通りの味が違いますからね、はい、ここでこの火の入りがちょっとその赤みが残ってる状態ぐらい、このジューシーさも、はい、あー確かに、ね、ちょっとそうなんですよ。でここからさらにちょっと火を入れるんで、これはこのぐらいのピンク具合がちょうどいいです。真っ白になってない状態で、割と大きめがいいですね。大ぶりで、はい、これを戻すんですか？はい、そうなんですよ。なるほど。また煮て、でここでですね、残りのバターも入れます。 30g、 これはじゃ あの、はい、2段階で入れるんですね。そうなんです、はい、焦がしたバターと、そうなんです、後入れのバターの風味の違いってことですか、はい、そうなんです。これはでもとろんも今結構ついてきた、ね、そうなんですよ。これはですね、やっぱりアーモンドミルクが結構とろっとしてるのと、トマトジュースが結構とろっとしてるのと、あとはキャベツのそのとろみがちょっと出るんですよね。でもなんかもう香りがもう今バターチキン、バターチキンの香りに今来ましたね。全部混ざったところでちょっと味見します。あ、美味しいけどもうちょっとやっぱり塩を入れてもいいと思います。まあそうですよ、やっぱりそのカレーって割とその塩味が大事だって、あ、ね、あの一口目が美味しいぐらいの
塩味があった方がいい。それはもう僕も同じ気持ちでして、カレーのルーを使わないカレーを作ってる時にちょっと足りないなってなりがちだと思うんですよね。そこをバターとあと塩をピッて入れてあげることで決まるっていう感じです。わかる、はい、わかる。コンソメとかも全然入れてないけど結構その素材の味で切るっていう、やっぱりこれもまたリュウエスさんと打ち合わせしてないけど同じようなこの結論に至る。アクは取らないでいいんですか？アク取んないでいいです。リュウエスさんと同じです。やっぱりこの、はい、お肉とか野菜のアクのその雑味みたいのが味が口に長く残るようになるんですよね。期待せざるを得ない。これ結構煮る感じでいいんですよね。はい、煮る感じでいいです。ただあんまり煮すぎてしまうとそのせっかく肉火、を使って調理したのに入りすぎるので、せいぜい5分ぐらいですね。はい、これちょっと煮すぎちゃった場合、はい、水足してもいいですか？あ、水足してもいいです。あ、大丈夫です。はい、じゃあ結局最終的にこう自分の舌で確かめるって感じですか？そうなんです、自分の味にしてもらいたい。別にこのまま作る必要ないです。ってなってる間に、はい、このそうなんですよ、できちゃう。はい、で13分経ったじゃないですか。13分で、あとはあと7分ぐらい蒸らして終わりです。お、はい、ご飯も途中で炊いてて、はい、いい、ちょうどいいんです、ちょうどいいんです。はい、で結構いい感じにとろみもついてきたんで、まあ、味見を待たして。結構とろみついてますね。はい、あ、美味しいです。はい、ここでここで、はい、青のりを結構入れるね。大さじ1ぐらい、割と大胆に入れます。結構入れるね、これ。で全体に混ざったら完成です。あ、はい、これ煮込まない、ね、煮込まないです、はい、このちょっとこの余熱で火が入るくらい、ちょっと楽しみ、もう食べようぜこれ、はい、食おうぜ炊き上がったんですけど気になりますよね、うん、気になる、はい、で意外とですね、しっかりこうちゃんと粒立ちよくですね、炊けてんねこれね、はい、でこれちゃんと、あ、まあ、こう、あっと、はい、めっちゃ炊けてる、はい、これ面白、はい、ちょっと色もついてるし、はい、そうなんです、カレーに合いそうな感じ、そのカレーに合いそうな色が、これすごいわ。これはあのこういうですね、お椀とかに乗せて盛り付けてあげるとちょっとお店っぽい、はい、インド的なカレー屋さんみたいな感じになります。大きめのお茶碗2杯分できるんで、 200g 米やったら1合2合とかにもうとらわれない、はい、なるほど、っていうのがココロスタイルですね。ココロスタイル、はい、でこう、はい、でこうしてですね、おお、ああ、そういうのもいいの、はい、これカレーは何人前なんですか？これ、あ、カレーはですね、3、4人前ぐらいですね。3、4人前、はい、こんな感じでですね、やってここにまた仕上げに青のりを、ちょっと青のりを、はい、パラパラ、おお、はい、おお、いいっすね、はい、かつりめきっぽく、おお、はい、結構驚きポイントありましたけど大丈夫ですか？お心の、お心的邪道で思考な、邪道で思考なバターチキンカレーです。バターチキンカレー完成ということで、はい、はい、それではできましたので、はい、できました、やっていきたいと思います。やっていきましょう。いただきます。いきましょう。ありがとうございます。ちょっとあのカレーなんですけど、はい、ビールでもいいですか？あ、もちろんです。じゃあ、あ、ありがとうございます。うん、ちょっとじゃあいただいていいですか？もちろんです、召し上がってください。これ忖度なしでいきます。はい、ぜひ。あ、うまっ。ありがとうございます。米もうまいっすね。ありがとうございます。僕も食べます。これ早炊きよりうまいわ。あ、やったありがとうございます。おいしい。米にも味がついてるから。そうなんですよね、一体感がすごい。お塩をやっぱりちょっと入れることで米が美味しいんですよね、うんうん、味も僕好みです。いや、す僕も濃く、僕そう思います。肉すげー柔らかい、はい、ありがとうございます。これね、はい、僕が試行シリーズとして出したとしても、はい、もう満点です、ね、いやありがとうございます。もしかしたら味付け似てんのかもしれないですね。いや絶対そう思います。あの料理家さんによって結構違いますよね、うん、その同じメニューでも、うん、しょっぱいっていう方もいるんだけど、まあ、それは塩の調整でいくんでね、はい、まあ、今回だって塩結構入れてるけど、ね、そうなんですよ、うん、
普段リュウジさんのお料理食べてリュウジさんの味付けが好きな方にもきっとその僕の作った料理っていうのは刺さってくれるはずだなって思う、まあ、普段使いとかだったらもうちょっと抑えてもいいかもしれないけど、はい、うん、僕の思考シリーズはこれぐらいの塩分なんですよね。バターチキンだけあって、はい、なんかパン拭って食べるのもすごく良さそうですよね、はいはい、でなんかもっと甘いかと思ったら、はい、そこまで甘くないんですね。そうなんですよ。だから逆にあれぐらい甘さ入れないと物足りない感じになるんですよね。カレーももちろん美味しいけど、はい、そんなに米だねそんなに喜んでもらえるとは。レンジ全然いいじゃんって。ちょっと米だけ食って。あ、もちろん、はい、これはね、はい、早炊きよりうまいわ。ありがとうございます。なんかいろんな米多分いけると思うんですよ。ビリヤニも多分作れるし、うん、ビリヤニいけそう。この米はマジでうまい。ありがとうございますなんかもっと、はい、これ芯残ってんの。そうですよね。なんかレンジ炊飯って、うん、いや多分芯残るんじゃねえかなみたいな、うん、鍋の炊飯と炊飯器もそうなんですけど、うん、まず水が温まって、うん、その温かさでその米が、うん、加熱されていくんですけど、うん、電子レンジだと水と同時に 米も温まっていくんですよね。だからこういう感じでこう粒立ちのよく、いやでもしかも、はい、いやこれ一番すごいところは、はい、多分大西さんも分かってないと思うんですけど、はい、分かるんですね、あの、はい、うちの電子レンジでやって、はいはい、一発で成功したのがやばいこれすごいことですよ家の電子レンジの癖って結構違うじゃないですか。いや違いますね。これでこの完璧な、はい、あの米の感じになるっていうのは、はい、あ、じゃあどの電子レンジやっても大丈夫なんだなっていう、はい、この自信というか、はい、このもう証明されたんですよ、ね、はい、ちょっと目から鱗ですね俺もなんか電子レンジでご飯炊こうと思ってなかったんで、ちょっと俺はちょっと今興奮してるのは米の効果がすごいバタチキンもめちゃめちゃうまい。それが逆に忖度なしですので忖度ないあ、じゃあカレーの話すると青のりの効果はどうですか青のりの効果はめちゃめちゃありがとうございます。青のりで甘さ表現できるかっていうことだったんですよ、はい、まず、はい、あの青のりを使って違和感がないっていうところですか。いや違和感言われなきゃ青のりとは分かんないかもしれないですね、うん、青のりいるんだけどいますよね。日本で培われたもんじゃなくて、はい、インドから来た。そうですよ、ね、インドから来た青のり、はい、なんでこんなに青のりのこの糸臭さがないのかな、はい、ね、臭さがなくて、はい、甘い香りだけ残ってる、うん、ずっと料理研究家やってきたんですけど、はい、その中で、はい、カレーに青のりは絶対に思いつかなかったあ今回は本当にあの忖度なしで言って、はい、本当に美味しい。ありがとうございます。結構ガツンと脳みそくる味でしたね、はい、僕そういうの好きなんで、はい、ただただ自分が美味しいって思うものを出してたら、うん、これでお客さんが喜んでくれるっていうだけのお店ですね、うん、やってるのは。いいですね、非常に気に入りました。ありがとうございます。本当に、ということでですね、今回ゴゴゴロチャンネルの大根さんに来ていただきまして、はい、非常に美味しいバターチキンカレーの作り方と、はい、革命的なね、はい、ご飯の炊き方を紹介していただきましたね皆さんね、まあ、ちょっと長い動画になると思うんですけども、はい、ぜひねやってみてください。ください。友達のうちに宅飲み呼ばれて行ったりすると、うん、みんなリュウジさんのご飯作るんですよ。あ、そうなんだ。リュウジさんのグリルチキン出てきて、あ、グリルチキン先週ありがとうございます。勧められるんですよね、うん、てっちゃんもリュウジさんの動画見て勉強した方がいいよいや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 、ココゴロさんのももう何でもやってるから。何でもない。